こんにちは、平山茂です。すいません、真っ暗ですね。今日はですね、ちょっと待ってください。11月11日5時32分ですね。こんな時間になってしまいました。ちょっともう暗いので、携帯の外カメラで撮影しておりますので、ちょっと僕にはモニターが見えておりません。ちょっと映ってるか不安なんですが、皆様本日も一日お仕事お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にお疲れ様です。木曜日が終わりでございます。木曜日が終わりです。あと1日ですね。あと1日、明日金曜日頑張れば土日ね、お休みとね。あと1日頑張りましょう。映ってます？僕多分大丈夫ですね。大丈夫ですよ。大丈夫ですから。大丈夫、大丈夫、大丈夫ですから。さあ、私は今ですね、大好きな滝の水公園ですね。滝の水公園に来ております。滝の水公園といえば、先日約59分、約1時間に及ぶ動画をねアップしてるんですけれども、そちらのね動画の中で、私この公園で普段ね、こう自撮り用に使っている三脚があるんですが、三脚のゴム足をねひたすら探すという、何の中身もない、ただおじさんがゴムを公園で探すというね1時間の動画、まあ、皆様ね最後まで見てはいないと思うんですけれども、まあ結果としてはね、ゴム見つかってませんということで、別に今日探しに来たわけではないです。探しに来たわけではないんですけれども、ちょっとね、少しでもちょっと光をということでここに来ました。はい、一応ですね、前回ライブ配信の時にね、ライブ配信の時にもここで撮影させてもらってですね、その時にそのちょっとゴム足がどっか行ってしまったということでね、まさかこの夜に見つかるなんてことはないと思いますので、いや、一応見てくれているね、視聴者様のお一人がですね、コメントで、そのゴム足を探してたけど、ちょっとそこじゃないんじゃないかとご指摘いただきまして、わざわざライブ配信の時の映像をチェックして、で僕も改めてちゃんとチェックしたらですね、やっぱちょっとずれてましたね、実際ね。なんかちょっとこの流れはまた探す流れになってますけど、ちょっとだけ5分だけ探します。一応もうね、場所もう分かったんですよ。この辺なんですよ。この照明と、あそこにちょっとね折れた木があるんですけど、あそこのね、この正面、この直線上だったんですよね。なのでちょっとこう探します。映ってますか？ちょっと待ってください。まあまあ、もうすぐやめますから。すぐやめますからね。すぐやめますから。ちょっとね、諦めの悪いやつだなと思ってるかもしれません。はい、諦めが悪いです。諦めるときは諦めるんですけどね。宝探しみたいに、ね、なってますけど、
ただゴム探してるだけですからね。ゴムやっぱないかな。うん、一応こうやってちょっと上から見ていただくと、諦めます。まあね、もうない、もうないっすね。いいんです、なくても、なくても大丈夫なんです。あった方がいいけど、まあ、なくても大丈夫なんです。頑張ってまた新しいの買います。さあ、というわけでちょっとね、長々と、話を、どうでもいい話をしてしまいましたけれども、とにかくですね、まあ、冒頭にも話しましたが、あと1日です。あと1日頑張ってですね、お仕事頑張りまして、学校も頑張って、で土日お休みという方は土日を楽しんでください。楽しんでください。大丈夫ですから。大丈夫大丈夫。まあ、もちろんね、土曜日日曜日もお仕事という方いらっしゃると思いますけども、引き続きね、ちょっと頑張りましょう。平日休みの方もね、結構やっぱ多いと思うんで、うん、いや、あ、景色の方が見たいですよね。すいませんね、すいません、僕ばっかり撮ってすいませんでした。ちょっと景色見ましょう。景色見て大丈夫って言わせていただきますね。いやー、 iPhone12 Pro Max なんですけど、肉眼より明るいです、カメラの方が。いやー、綺麗ですね。この影がこんな、全然肉眼より本当に明るいです。素晴らしいですね。さあ、ライブ配信の時はですね、どうしても画質が落ちてしまうんですが、今日は録画なので、ちょっとね、ズームしたいと思います。こちらがね、名古屋駅はこちらの方でしょうかね。ピントが合うといいんですが、なかなか厳しいですね。失礼しました。さあ、本当に、ここのね、滝の水公園は夜景が本当に360度。今ちょっとね、一番高いところから少し下ったところにいるので、ちょっとね、見えませんけども、本当に360度景色が見渡せます。そして奥に光る、何やら光ってるものっていうのは東山動物園ですね。ちょっとピント合ってませんけれども、なかなかね、夜なので、東山公園のスカイタワーとかね、そんなような名前のものでございます。いやー、大丈夫ですね。大丈夫、大丈夫ですね。大丈夫大丈夫。ということで、今日はこの辺りでお別れしたいと思います。結局ね、ゴムは見つかりませんでしたけれども、大丈夫です。大丈夫大丈夫。皆様、本当に寒いです。気温が一気に下がりました。本当に寒いです。皆さん本当にお体を気をつけて、やっぱり体が冷えますので、腰にもね、影響出やすいですし、いろんなね、筋関節、本当に年齢とともに本当にね、びっくりするほど弱くなります。本当に注意して、健康にこの1年、残りね、短いですけど、2021年乗り越えましょう。健康に健康に健康に、ということで、では
この辺りでお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。平山茂でございました。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。ちょっとゴム探します。おやすみなさい。